主治、または主治は南米の皇太子。南米の英略カドの第三子で、聖母は元方正し皇后王子。洗礼名はコンスタンティネ。この名前はローマ帝国のコンスタンティヌス帝と同じ名前であり、父の英略カドはその洗礼を通じて、カトリックをローマ帝国のような国境に変え始めることができることを望んでいた。英略五年。 皇太子としての地位を保ち、中国の歴史において、キリスト教に改修した初の皇太子となった。二人の兄が相次いで、消息不明になったため、英略5年に皇太子となった。英略16年に、かくまわれたビルマオピエミンの裏切りで、清に振ったゴー三家によって、父母と兄弟と共に引き渡された。その時皇太子の主事は、ゴー三家に向かって、逆進目が、 我が命を打ち負かして、我ら不死をどうするつもりだとのったという。しかし、ゴース三景は意に介さずに、夏4月に英略帝不死を本明でく切り殺したとも、家計に処したとも言われる。主事の去年は十五であった。主事は台湾を拠点とした民の維新の提業によって、愛民大使と送りなされた。ありがとうございます。